トゲウオメは、甲骨魚類の分類群の一つ。ニア目11か71属で構成され、イトヨなど278種がところ属する。タツノオトシゴやヘコアユなど、一般的な魚類とは、かけ離れた独特な体型を持つ種類が多く含まれる。トゲウオメの魚類は、多くが海水魚であるが、淡水産種が21種、寄水域に進出する仲間も42種含まれている。 本木魚類の8割以上は、幼児ウオカに属し、熱帯から温帯域にかけての浅い海を中心に分布する一方、クダヤガラカなど、北極海周辺の寒冷な海に住む仲間もいる。トゲウオカの魚は主に北半球の淡水域に生息し、イトヨなど河川と海洋を往復する、海遊性の魚類も知られている。体長センチメートル未満の小型種が多く、食用として、 漁獲対象になることはほとんどない。魚らしからぬ、得意な形態や多様な色彩により、観賞魚として人気のある種類が多い。本木の仲間は一般に口が小さく、幼をア暗クではほとんど筒状に突き出した長い糞の先端に位置している。明瞭な鱗を持たない種類が多く、体はしばしば厚い骨盤に覆われる。この骨盤は鱗が変形したものとみられ、 輪盤あるいは甲板とも呼ばれる。トゲウオア目とヨウジウオア目では、形態の差異が大きく、それぞれ別の目として扱われることもある。両者に共通する骨格上の特徴として、眼下腸頸骨、貴腸頸骨を欠くこと、ゴギサ骨が対価傾向にあることが挙げられる。トゲウオ目の魚類は、その繁殖行動に際立った特徴を持つ。 ほとんどの種類ではオスによる子育ての修正が発達しており、腎臓で産生される特殊な分泌物を用いて巣作りを行うもの、タツノオトシゴや幼獣王のように育児脳を有し、オスが飼魚を産出するものまで様々な繁殖形態が知られる。蒸気のような多様な繁殖様式は動物行動学や生理学分野の研究対象として古くから注目を集めてきた。 オランダの動物行動学者であるニコティンバーゲンは、トゲウオカに属する、イトヨの本能行動を詳細に解き明かした業績が評価され、1973年のノーベル生理学・医学賞を受賞している。トゲウオ目は、トゲウオア目と幼獣オア目の2ア目に大きく分けられ、11か71族278種で構成される。かつて幼稚魚ア目に所属していた、インドストムスカは、 トゲウオアモクに移されている。アモク間での形態学及び生態学上の違いが大きく、それぞれを別の目として独立させ、幼児を目を新たに設置する分類もある。トゲウオアモクガストラストーディは4か9族14種で構成される。インドストムスカ以外の仲間は、ウアゴを前に突き出すことができる。オスは、腎臓から接着剤のような物質を分泌し、巣作りに利用する。 あと、ギ鎖骨を嗅ぎ、尾骨と頭頂骨を有する。椎骨は伸長しない。シワイカナゴかシワイカナゴかハイパプテキデイは一族一種で、シワイカナゴハイパプテカスダイバウスキーのみを含む。オホーツク海から日本、朝鮮半島近海にかけて分布し、最大体長は8.5センチメートル。メスが海藻に産み付けた卵をオスが保護する習性がある。 体は細長く、鱗や骨盤を持たない。ヒレには、トゲ状がなく、背びれと尻びれは、体の後方に位置する。腹気と腹気を支える骨格を欠く。オスは前上顎骨に歯を持つが、メスにはない。カビ骨は、上部と下部に分かれており、トゲウオア目の中では、本家とトゲウオカイト予測のみに見られる特徴となっている。クダヤガラかチューブスナウトアルリンカスフラビットス。 アラスカからカリフォルニアにかけての沿岸域に分布する、クダヤガラアカアルリングキデイは二属二種からなり、いずれも北部太平洋の沿岸域に生息する。日本近海にはクダヤガラオリックシーソジャポーニカスが分布するが、利用されることはほとんどない。本種は荒野の体内に散乱する習性がある。体は棒状に細長く、側線に沿って輪番が配列する。 背びれは24から26本の独立した短いトゲ状が並ぶ前半部と約10本の南状による後半部からなる。腹器は1トゲ4南状、おひれのひれ状は13本。トゲウをカイトヨがストラ、公開回遊をする者、一生を、淡水域で過ごす者など生態型用で、複数種が混同されている、可能性がある、イバラトミオプンジェシャスプンジェシャス。イトヨと同様に、 真の単一種か否か検討が必要とされているトゲオカ、ガストラスタイティワの属発種を含み、トミオイトヨハリーヨなどが所属する。日本を含む北半球に分布し、北極海周辺に生息する種類もある。すべての種がオスによる子育てを行う。本家魚類は進化学、遺伝学、動物行動学、生理学などの研究対象として、古くから利用された歴史を持つ。 本家には少なくとも8種が所属するが、糸ヨや茨富ヨは、それぞれ単一の種としては説明しがたい多様な生活史を持っており、複数種が混同されている、可能性が指摘されている。体は、やや細長く、明瞭な鱗を持たない。一部の種類では側線に沿って輪番が並ぶ。背びれの前半部は3から16本の比較的長い、棘状が独立して並び、 後半部は6から14本の南城からなる。吹きは1トゲ1から2南城、おひれのひれ城は12本。インドストムスカインドストムスカインドスタミデイは一族3種からなり、いずれも東南アジアに住む淡水魚である。本家は1929年にミャンマーのインド事故から初めて記載された最大3.3センチメートルの小型魚類である。以前は 幼獣をアモクに所属していたが、詳細な解剖学的解析に基づきトゲウオアモクに移動された。インドスタマスペラーダキサスがパラドックスフィッシュの名で干渉魚として流通する。体は細長く骨盤に覆われる。他のトゲウオアモクの魚とは異なり、上あごを突き出すことはできない。災害には5から7本のトゲがある。エラベンは分葉構造を取り、幼獣を下目の魚類と、 類似している。背びれの前半部は5本の独立した棘状からなる。腹器は4本の軟状からなり、棘状は持たない。肋骨をかく。幼児をあもくシングナサイディには西ため4浄化が設置され、7か62属264種で構成される。棘あもくとは異なり、上顎を突き出すことはできない。口は小さく、筒状に長く突き出た糞の先端にある。 腹気は腹部に位置する。肋骨を持たず、前方のいくつかの椎骨が大きく伸長し、長い頭部を支えている。一部の種類の腎臓は、糸球体を欠く。海天狗上下幼獣を上下は、幼獣を下目シングナサに、ヘラヤガラ上下ヘコアユ上下は、ヘラヤガラ下目オーラスタモイダにそれぞれまとめられている。幼獣を下目の仲間は、すべて独特な分容構造を示す。 エラ弁を持ち、相彩魚類と相称されることもある。また、幼獣を下目の頭部、体部は板状の、尾部は肝状の骨盤によって完全に覆われる。エラ穴は小さく円形で頭の後輩側に開口する。口は小さく、葉を持たない。ヘラヤガラ下目のエラ弁は、他の新骨類と同様、細長い口状となっている。葉は小さいか、あるいはない。 海天狗城か海天狗城かペガソイデアは一か二族五種で構成される。かつては独立の海天狗目として分類されたが、現在では幼児王城かと最も近縁な一群と考えられ、城下としてこの位置に置かれている。海天狗か、海天狗ユリペゲセスドラオコニーズ。沿岸の砂地に生息し、 ペアで観察されることが多い海天グかペガシダイワに、属語種を含み、インド洋から西部太平洋にかけての熱帯から、温帯海域に分布する。沿岸にきから水深150メートルまでの海底に、住む、低生魚である。体は、縦方向に扁平で、幅の広い独特な体型を特徴とする。口は平たく伸びた糞の下にある。 背びれとしびれは短いが、胸びれは大きく水平に開く。腹気は腹部に位置する。浮き袋を描く。天狗の落としご族の目は腹装を見ることができない。幼獣王城か幼獣王城かシングナサイデアは2か53、俗237種で構成される。側線を持たず、椎骨の内前方の3つが細長く伸びることが、共通する特徴である。 カミソリウオカカミソリウオソロナスタマスサイナプタース。色彩変異に富む種類で、海藻に擬態することもある。ニシキフーライオソロナスタマスペラーダキサス。体を覆う、多数の秘弁と、鮮やかな色彩が、特徴。カミソリウオカソロナスタマスは一族五種からなり、インド洋から西部太平洋にかけての熱帯域に、分布する。小型の甲殻類を主な餌とする種類が多い。 メスが育児脳を持ち、卵を保護する。体は短く、左右に平たく側平たし、大きな骨盤に覆われる。背びれは二つに分かれ、全部は五本の脆弱な棘状からなる。第二背びれは、規定部分が隆起し、17から22本の難状で構成される。腹気と尾ひれが大きく、腹気は第一背びれと体ありする。エラ穴はやや大きめである。 幼獣を開始イシコーターグシースヒーマタープタース。頭をもたげて、海底を這うように移動する、ノコギリ幼児ドリハムファスジャポーニカス。内輪のような円形の尾ひれが、特徴 EDC ドラゴンフィラプタークスティニーオレイトス。オーストラリア南部に分布する、ポットベリードシーホースヒポカンピスアブダミノリス、ピグミーシーホースヒポカンピスバーゲボンティ幼獣ウオカ。 新なさりはアカ52属232種で構成され、3対4に広く分布するとともに、少数の淡水産種も知られる。ほとんどの種類は温暖な、浅い海に生息するが、アラスカやフエゴ諸島近海など寒冷な海に住む者も、いる。トゲウオ目魚類の8割以上がところ属する、本目最大のグループで、幼児ウオア赤、タツノオトシゴ赤の2赤に分けられる。 タツノオトシゴなど、魚らしからぬ、得意な体型と、多様な色彩変異に富む種類が多く含まれ、観賞魚としてよく知られた一群である。カミソリウオカトは逆に、オスが卵を保護する習性がある。オスの腹部あるいはビブには、溝状、または袋状の育児脳が存在し、メスによって卵が産み付けられる。オスは、卵が孵化、成長するまで育児脳の中で保護し、 親と同じ姿にまで育った稚魚を一尾ずつ放出する。体は細長く、全身をリング状の骨盤によって囲まれる。背びれは一つで、尻びれは極めて小さい。背びれ、尻びれ、胸びれのいずれかを成長の過程で失う種類があり、陳葉人王族では三つとも消失する。全ての種は腹気を持たず、尾ひれを欠く者も,もいる。尾ひれを持たない種類では、 ビブは自由に動いて、海藻や産後に巻きつきやすくなっており、体勢の保持に利用されている。エラ穴は非常に小さい。腎臓は右側のみ存在し、糸球体を描く。ヘラヤガラ状かヘラヤガラ状かオーラスタモイディアは2下に、属7種で構成される。前方の4つの椎骨が細長く伸び、腹筋のヒレ状はこから6本の南状からなる。ヘラヤガラか、 トランペットフィッシュオーラスタマスマキアレイトス。長い糞の先端には小さな口ひげがある。ヘラヤガラカオーラスタミデイは一族三種からなり、三体用の熱帯域に分布する。本目の魚類としては比較的大きく成長し、最大のものは体長80センチメートルに達する。主に岩礁域に生息し、小魚や甲殻類などを捕食する。ヘラヤガラなど、 大型の魚に寄り添うように泳いだり、頭を下にして、逆立ち泳ぎをしたりする習性が知られる。体は鱗に覆われ左右に、平たく、極めて細長い。糞は長く、先端に一本の肉質のヒゲを持つ。背びれは8から12本の独立したトゲ状と、22から27本の軟条部に分かれる。尾ひれは丸みを帯びる。肛門は、腹器のずっと後ろにある。 側線はよく発達する。ヤガラカ、アカヤガラフィスチャレリ,リアペチンバ。比較的深い海に生息する大型種ヤガラカ、フィスチャロレデイは一族4種を含み、3対4の熱帯、亜熱帯域に分布する。浅い海の珊瑚礁、外洋に住み、小魚や甲殻類を食べる。ヘラヤガラカと同様に大型種を含み、体長は最大で1.8メートルに達する。 日本近海からは赤矢柄と青矢柄の二種が知られ、前者は高級食用魚として珍重される。ヘラ矢柄かと似て、体は側平たし細長く、糞は筒状に伸びる。鱗と口ひげを持たず、背びれの棘状を描く。尾ひれは二股に分かれ、中央の二本のひれ状が糸状に細長く伸びる。肛門は腹肝のすぐ後ろにある。へこあゆ状かえ、 コアユ状カセントリスコーイディアは2カゴ属15種で構成される。前方の5から6個の椎骨が細長く伸び、腹期は1トゲ4難状。サギフエカ、ヘコアユカは1つのトガにまとめられる場合もある。サギフエカサギフエマクロランフォーセススコロパクス。海底付近で群れを作り、斜め下向きになって泳ぐ習性があるサギフエカ、マクロランフォーシデイは3属11種を含み、 熱帯から亜熱帯の海に広く分布する。白秋前期の化石が見つかっており、これは幼稚アモクの魚類としては最も古い記録である。体は側平だし、体高が高い。糞は細長く突き出し、口ひげはない。背部に骨盤を持つ。背びれのトゲ状は4から8本で、2本目が非常に長く伸びる。側線を描く種類がある。ヘコは床へ。 コアユカセントリシリーは二族四種からなり、インド洋から西部太平洋に分布する。ほとんど常に頭を下にした逆立ち泳ぎをすることが特徴で、細長い口で動物プランクトンなどを吸引する。日本近海にはヘコアユとヨロユオの二種が分布し、前者は干渉魚として人気の高い種類である。体は極度に側平たし、カミソリのような独特の体型を持つ。 ほぼ全身が薄い骨盤に覆われる。背びれは体の後端に寄っており、第一トゲ状が真後ろに向かって突き出している。背びれの軟上部と尾ひれは複足により、ほぼ真下を向く。側線を持たず、歯をかく。ありがとうございます。